まったくひどい医者だな。適当な診察をしやがって。どうせ大学病院のエリートは、俺たちみたいな田舎者がどうなろうが知ったこっちゃないんだろう。道の駅にあるヘリポート。私はそこで村人から囲まれ、容赦のない罵倒を浴び続けていた。申し訳ありません。申し訳ありません。ほとんどリンチのようなありさま。私はただただ謝ることしかできない。謝ることしか。随分な言い方だな。医者に対して一体何様のつもりかね、君は。うわ。飛び起きた私は、慌てて周囲を見回す。そして、夢か、と安堵の声を漏らした。全身が嫌な汗で濡れている。それで肌と服がべっとりと張り付いて気持ち悪い。だが何より不快なのは心の中だ。濃いよどみが心の中で渦巻いている。一体いつまで？ここにやってきてからもう半年。だいぶ良くなったとはいえ、私はまだ悪夢から逃れられないでいる。一体いつまで続くのだろうか。一体いつまで自分は悪夢に苦しめられなければならないのか。その問いに答えてくれるものはいない。だから私は自問自答し続けているし、きっとこれからも続けるのだろう。どうにかしないと。私は小林真央。現在36歳。大学の医学部を卒業した私は、首席で卒業すると、将来を有望されていた外科医だった。周囲は、バラ色の未来が待っていると言ってくれたし、自分も口には出さなかったが、多分そんな未来が待っているのだろうと漠然と考えていた。大病院に勤務し、同世代の人間よりも高い給料を得る。そしてタワーマンションに住み、同じように社会的地位の高い男性と結婚する。歪んでいるかもしれないが、そんな未来が約束されていると信じていた。しかし、病院内の派閥争いに巻き込まれた末、私は地方の診療所送りとなってしまう。終わりよ、これじゃあ。もはや大病院に戻れる見込みはない。私は田舎で腐り、消えていくのだ。まさか、こんな事態になるとは想像もしていなかった。思えば私の人生はいつだって順風満帆だった。努力すれば努力しただけ報われたし、やってきたことはいつだって正当に評価された。しかし今回、私は不当な評価の末に島流しにされたわけである。もう嫌。もう何もしたくない。そんな風に思った私は、すっかりやさぐれてしまった。自分の全人生が否定されたような気分になったし、とんでもない理不尽にさらされたとも思った。今振り返ってみれば、それは単なる甘えだったのだと思う。世の中の大多数は、理不尽や不満との折り合いをつけて生きているのだ。私はたまたまそれらとは無縁の人生を送ることができていたに過ぎない。別に理不尽でも何でもなく、先延ばしにされ続けた自分の番がようやく来ただけなのだ。鬱屈とした日々が始まった。私は目に映る何もかもが嫌だったし、
地方の人間と話すのも辛かった。それでも私は田舎の人たちとの間で改心していく。知らず知らずのうちに心を開き、この土地も素晴らしい場所だと思うようになった。自然にあふれた地方での生活。全く予期していなかったことだが、それは都会暮らしで疲弊した私の心を癒してくれた。ここには派閥争いも、醜い出世競争もない。みんなが穏やかな日々をただただ送っているだけだ。過疎地域での医療、それにやりがいと義務感を感じるようになった私は、いつしか楽しいと感じるようにさえなった。だから前向きな姿勢で業務に取り組んだが、その矢先に私はミスを犯す。些細な手違いによって患者の命を危険にさらしてしまったのだ。もうダメだ。信頼の喪失、そして自分には医者の資格はないという現実。いろいろなことに疲弊した私は医者を辞め、以前雑誌で読んだことのあるこの島にやってきた。もう医療に関わる何もかもが嫌だった。医療に関わろうとすれば、ある程度は楽しい時間を過ごしても、最終的には裏切られる。何かしらの形で、最後の最後には、深い心の傷を負う羽目になるのだ。そんな目に遭うくらいなら、医者なんて辞めてしまった方がいい。どうして辞めてしまうの？もったいないじゃない。もう少し考えてみたら？当然、友人たちはそんな風に私を制止した。その気持ちは嬉しかったし、私ももったいないとは思う。だが同時に、お前らに私の何がわかるんだ？とも考えていた。彼らは派閥争いの勝者だし、鬱屈した時間や絶望とも無縁の人間たちなのだ。そんな連中が私の生き方に口を出すなんておこがましい。今日もいい天気。さて、この島にはコンビニも信号もない。若い人はみんな出て行ってしまったそうだ。だが私にとっては人の温かさと絆にあふれた素晴らしい場所である。どうして若い人がみんな出て行ってしまうのか、私は心底理解に苦しむ。私からしてみれば、都会よりもこの島の方が何十倍も何百倍も魅力的だ。空気は綺麗だし、景色も素晴らしい。最初私はこの島に数日滞在するつもりでいた。だが居心地の良さのあまり、一日また一日と伸ばし続けた結果、私はいつの間にか島の住人になってしまった。最初こそ逃げるように居ついたが、この島にやってきたのは正解だったと確信している。人にはそれぞれ適した環境があるという。きっと私にとってはこの島こそが最適な環境なのだろう。おはよう。私が働いているみかん農園。家から15分ほどの場所にあるそこへ到着すると、橋本さんが声をかけてきた。おはようございます。橋本さんはこの農園のオーナーだ。数年前に旦那さんが亡くなって以降、ずっとこの農園を一人で切り盛りしている。残念ながら息子さんは田舎暮らしを嫌い、今は東京にいるという。
もったいないことをするな。差し出がましいようだが、私は橋本さんの息子にそんな気持ちを抱いている。どんな人かは知らないし、会ったこともない。だが、この島に生まれ、この島の環境をただで与えられたにもかかわらず捨てるなんて、本当にもったいないと言わざるを得ない。今日もよろしくお願いします。この農園を紹介してくれたのは、市役所にある移住者向けの就労支援センター。同じ形で高山さんも働いている。40代の彼は、いわば私の先輩というわけだ。詳細は知らないが、高山さんも都会暮らしに疲れてこの島に来たそうだ。そして彼も私同様、疲れ切った状態から島での生活を通してエネルギーを取り戻した。だから私は高山さんに一種の仲間意識のようなものを抱いている。ちょっといいかな。何でしょう。いつも通り仕事に取り掛かった私は、昼休憩の時に高山さんから話しかけられる。何やら込み入った事情があるようで、その声量は決して大きくない。橋本さん、最近なんだか具合が悪そうなんだよね。ずっと便秘だって言ってるし。高山さんが言う通り、確かに橋本さんはここ最近具合が悪そうだ。今この瞬間も縁側で横になっている。いつもだったら休憩時間もそこそこに歩き回ったり、作業に取り掛かっているから。確かに言われてみれば違和感がある。時々吐き気がしてお腹がいつも張ってるって。病院に行くよう言っても聞かないんだよ。橋本さんは健康そのものだったはずだ。もう老人と言っても過言ではない年齢なのに、活発に歩き回っているし、外での仕事もしている。高山さんはそんな彼女を私よりも長く見ているから不安なのだろう。どうにも嫌な予感がした私は、橋本さんに近づいて語りかけた。病院に行きませんか？と。みんな心配してますよ。ありがとう。でも少し横になっていれば治るから。だいたい島の病院に行ったって、大した治療なんてしてもらえないし。橋本さんは笑い飛ばすが、私は食い下がった。すぐに、それじゃあ本土の病院で見てもらいましょう、と続ける。あれだけ嫌な思いをしたにもかかわらず、私の中には医者だった頃の感覚がまだ残っていた。言いようのない不安感を覚えた時は、大抵何かしら病魔が進行しているものなのだ。そんなこと言わずにお願いしますよ。そして私は橋本さんの脈を確認した。なんだかお医者さんみたいだね。医者時代の癖が出てしまった。だから私は橋本さんが怪訝な表情をするなり、慌てて手を引っ込めてしまう。気づかれたのだろうか。別に悪いことをしてきたわけではないし、嫌な思いこそしたが、医者をやっていた頃の諸々は私の誇りでもある。別に隠す必要もなければ、知られても関係が悪くなるとは思わない。ただ、私は新しく手に入れたこの島の環境や人間関係と、嫌な思い出だらけの医師時代を、関わらせるようなことはしたくなかった。その二つは
全く異なるものだし、せっかく手に入れた新しい環境を変に汚すような真似は本意ではない。さあ、午後の仕事に取り掛かろうかね。いつまでも休んじゃいられないよ。やがて橋本さんはそんな風に言って仕事に戻った。その後ろ姿や足取りはやはり頼もしい。だが私はそれでも言いようのない不安を完全には消せなかった。やっぱり病院に行ってみてはいかがですか？妙な胸騒ぎを消すことができない私は、この後も何度か橋本さんに相談してみた。診察を受けて何もなかったらそれでいい。取り越し苦労に追わればそれが一番。そんな風に思ったのだ。大丈夫。自分の具合は自分が一番よく知ってるから。しかし、橋本さんは一切受け入れなかった。私も私で彼女に対しては強く言えないから、結局、もやもやのまま時を過ごす羽目に。数日後、私の不安は現実のものとなる。大変だ、橋本さんが。え？みかん農園での仕事中、高山さんが血相を変えて駆け寄ってきた。慌ててついていくと、倉庫の中に橋本さんが横たわっているではないか。橋本さん。私は慌てて駆け寄る。そして彼女を抱き起こした。橋本さん、しっかりしてください。橋本さんの顔は真っ青。そして油汗が額には滲んでいる。橋本さん。私は橋本さんに呼びかけつつ、彼女の腹部を触診した。少し押すなり、橋本さんはうめき声を発する。お腹が痛いんですね。それじゃあここはどうですか？答えはなかった。ただ、うーといううめき声が聞こえてくるだけ。病院へ運びましょう。わかった。少なくとも状況は急を要する。私は高山さんに頼み、車を運転してもらって病院へ。ここだ。10分ほど走って到着した病院。ただそこは病院と呼ぶのもおこがましいような場所だった。小さくて古く、そしてみすぼらしい。働いているのも50代の男性医師と中年の看護師がそれぞれ一人ずつというありさまだ。一体何があったんだね？少し前からお腹が痛いと訴えていて、吐き気もあるようです。早く何とかしてあげてください。私は冷静に状況を伝え、高山さんはすがるように訴える。だが男性医師は、大丈夫じゃないかなぁ、と緊張感のない声でつぶやいた。え？お腹に来る風が最近流行ってるんだよ。昨日も何人かいたかな。お薬を出しておきますから、今日は帰って安静にしてください。いやいや、そんな。男性医師はそれだけ言って早々に診察台の生産を始める。それは信じられない光景だった。ちょっと待ってくださいよ。触診も検査もしないで薬を渡すなんて、そんなの非常識じゃありませんか？随分な言い方だな。医者に対して一体何様のつもりかね、君は。トゲのある言い方だったから、当然不愉快に思った男性医師は私を睨みつけた。
私は一瞬たじろいでしまうも、ここで退くわけにはいかないと思った。橋本さんは、ここ最近ずっと便秘に苦しんでいました。お腹も腫れているし、吐き気だって催してる。腸に何かしらの異常があるのは明らかです。もしかすると、腸閉塞の可能性もあるかと。私が意を決して言い切ると、男性医師は途端に真っ青になった。そして、すぐさま看護師に検査の準備をするよう伝える。なんてことだ。今すぐ手術が必要だ。検査の結果、やはり橋本さんは腸閉塞を起こしていることが明らかになった。しかも病状はかなり悪いらしい。わかりました。それでは手術の方をお願いします。しかし。私は至極当然のことを言ったつもりだったが、男性医師の顔は猛烈な勢いで青ざめる。さらには口調の歯切れも悪くなってしまった。ここで手術を行うことはできません。本土に運ばないと。そんな、急患なんですよ。状況は最悪だった。フェリーで運ぼうにも悪天候で動かせないし、ドクターヘリもしかり。自衛隊に要請するには時間がかかる。最低限の設備は整っているのに、どうして手術ができないんですか？私は強い口調で男性医師に迫る。こんなやりとりをしている間にも、橋本さんの病状はどんどん悪化しているのだ。それは。男性医師は苦々しい口調で話し始めた。確かに設備は整っています。ですが、重病人はすぐに本土に運ぶ決まりで、私だってもう何年も手術はしていない。切り傷を数針縫うのが関の山です。こんな難易度の高い手術なんて、私には。言い訳がましい口調の男性医師。私は彼に失望する一方で、もはや選択肢は一つしかないと確信していた。わかりました。では、私が手術を行います。あなたが？男性医師は驚愕したし、高山さんもまたしかり。二人とも私が一体何を言っているのか理解できない様子だ。あなたは一体？私は以前大学病院で働いていました。外科医をやっていたんです。私は真相を告げてから、ここは私に任せてください。と高山さんに告げる。しかし、高山さんは農園の方をお願いします。私を信じてください。わかった。橋本さんを頼む。この後、私は術医とオペ室を借りた。そして手術に臨む。終わった。幸い、手術は何事もなく、2時間程度で終了。予想通り、橋本さんは腸閉塞を起こしていた。だが今は、穏やかな表情でベッドに眠っている。ありがとうございました。あなたがいなかったら、どうなっていたことやら。ようやく一息ついていると、男性医師が、深々と頭を下げてきた。彼の表情には少し前のような傲慢さは全く見えない。本当に助かりました。むしろ彼は打ちひしがれ、自信というものを完全に失ってしまった様子だ。ひどく落ち込んでいるし、肩もがっくりと下がっている。
いえいえ。ただ私は強い口調で彼を糾弾したりはしなかった。私にそんな資格があるわけがない。全島民の命を一人で預かること、本当に大変かと思います。でも、患者の信頼を裏切るようなことはあってはならないとも思います。しかし私は、これは言っておくべきだと思ったことは伝えた。たとえ男性医師を傷つけることになったとしても。実を言うと、私も似たようなことをやってしまったことがあるんです。似たようなこと？ええ。いい機会だし、私は吐き出してしまおうと思った。昔、僻地での医療に携わっていました。そこでとんでもないミスをやってしまって。今や遠い過去と思える話だ。紆余曲折を経て、過疎地の医療にやりがいを感じ始めた私は、その土地の人たちから強い信頼を得るようになった。みんなが先生、先生と呼んでくれるようになったのである。閑古鳥が鳴いていた診療所も、いつの間にか満員御礼。毎日、たくさんの人が来てくれるようになった。それ自体は嬉しかったが、やってくる人たちに一人で対応するのはやはり大変だった。今振り返ってみると、誰がどう見てもカバーできない担当範囲を私はカバーしていた。土日祝日関係なく働いていたと思う。そして今振り返ると、あの頃の私は信じられないような無理もしていた。キャパシティなんて、とうの昔に超えていた。それでも私は、知識や経験の不足を、だましだまし業務を続け。ある時、とんでもない失態をやらかしてしまう。多忙を極めていた当時の私は、連日、睡眠不足に苦しんでいた。しかも、タイミングが悪いことに、その日は休み明けで、患者が朝から殺到していた。珍しいですね。患者の中には、私がいろいろとお世話になっていた石井さんの姿もあった。石井さんは健康そのもので、診療所に来るのも、これが初めてだったと思う。今日はどうしました？どうにも頭が痛くて。苦笑いする石井さん。私は、もう若くないんだから、と苦笑しつつ、血圧を測った。その数値自体は問題なかったのだが、どんな感じに痛みますか？なんか、ズキンズキンする感じなんだよ。一抹の不安はあった。だが、疲労の極地にあった私は、どうせ二日酔いだろう、という答えを出してしまう。そして、頭痛薬だけを処方したわけだが、数日後、とんでもない連絡が入った。え？石井さんが倒れたという連絡が入ったのだ。理由は脳梗塞。幸い、ドクターヘリによって、石井さんは病院に搬送され、後遺症が残ることもなく、退院することはできた。命に別状もなかったわけだ。私のせいだ、私の。ただ私は、自分のことが許せなかった。安易に二日酔いという結論を出し、下手したら、命を落としかねない重病を見落とした。下手したら私が石井さんを死なせていたかもしれないのだ。だから医者を辞めた？そうです。今でも悪夢に苦しめられています。
だからこそ、先生にはそんな思いをしてほしくない。私ごときが言えた義理ではありませんが。差し出がましい、おこがましいことを言っているのは自覚している。だが男性医師は、話してくださり、ありがとうございました、と私の手を握った。あなたのお話は絶対に忘れませんよ。肝に銘じます。気持ちを切り替えて、医師として全力を尽くしたいと思います。この後、台風は過ぎ去ったが、幸い、みかん農園は大きな被害を受けなかった。一足早く戻った高山さんが、迅速かつ適切な対応をしてくれたからだ。助けてくれてありがとう。それから数日後、私は橋本さんのお見舞いに向かう。彼女は本当に元気そうだった。あなたがお医者さんだってこと、最初から気づいていたのよ。ベッドに横になりながらも、橋本さんはなんだか嬉しそうに笑う。え、どうしてわかったんですか？ハサミの持ち方よ。あんな持ち方をするのは外科医だけ。なるほど。確かに言われてみればその通りだ。私はこの島に来てからもずっと外科医をやっていた頃と同じハサミの持ち方をしていた。そう簡単には消せない職業病というやつだろう。でも、どうして外科医の持ち方と分かったんですか？旦那も外科医をやってたのよ。なるほど。それなら納得です。すでに個人となっている橋本さんの旦那さんは、それなりに名を知られた外科医だった。だが、50代半ばで腕を痛め引退。この島で、第二の人生を送り始めたという。世の中、どこでどうつながっているかわからないものですね。私は感慨深い気持ちにならずにはいられなかった。そして3週間後、橋本さんは無事退院。お帰りなさい。待ちくたびれましたよ。私と高山さんは、みかん農園に戻ってきた橋本さんを出迎える。またこうして彼女が戻ってきてくれたことが嬉しくて仕方ない。そして、先日の一件以来、私は悪夢に苦しめられることがなくなった。再びメスを握り、橋本さんを救ったことで過去を清算できたのだろう。さあ、仕事に取り掛かるよ。はい。この瞬間、私はようやく前に進めたような気がした。長く暗いトンネルを抜けて、やっと新しい人生を手に入れたのだ。新しい人生、それを光り輝くものにするため、私は精一杯生きていくつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。